できてるわけ、はい、で枕崎は駅舎がなくなっちゃって売らないかお前みたいな感じになってるね。無人駅なんですね。そう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 、まあそれで駅前観光案内所っていうのを作ったんだけど、はい、市長さんは悔しかったんだろうね。帰ってきてね、駅舎を作ったって言い出して寄付で、寄付ですとってボケなこと言い出しましてね、それで作るっていうことになりまして、はいはい、県からも加勢をしてくれるということでですね、それで私もそれでしたら友好関係ということで稚内の旅情をですね一つ曲にしてみよう。なるほど、それで稚内の人という曲が出来上がったということで、うん、なるほどですね。稚内の女って書きますけどもね、稚内の人とね、桜島と書いて枕崎と呼んでくださいね。今日は一日中そうなるんでしょうね、はい、本当にもう心に刺さってきますけれども、ここでではですね、稚内の人を聞きながら私たちもジュースを作っていきたいと思いますので、ジュースを作りましょう、はい、2人で。そうですね、はい、2人をミックスしたいと思います。はい、マイクもずれ落ちてきました。はい、あの曲の間に作ってみたいと思います。それではお聞きください、稚内の人です。夜霧のホームに降り立つ俺も頬撫でる重ね雪、おいでよ君のメールに誘われて、あってはいけない最果ての人、風は痛みを呼び覚まし、言わずな花の野生。